はい、どうもこんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、ポンタポイント2000ポイントがもらえるスマホ決済エオレットをアカウント作成して条件をクリアすることで簡単にゲットということで、今回はポンタポイントですね。この動画では以前動画で紹介したスマホ決済のエオレットがキャンペーンがまた新たに開催されているということを鬼丸さんのツイッターで知りましたので、そちらについてお伝えします。まずスマホ決済のエオレットを導入されてない方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということで、今回お伝えするキャンペーンがこちらのエアウォレットのキャンペーンなんですけども、このキャンペーンの内容に入る前に、その前にですね、そもそもこのエアウォレットって何ぞやって思う方中にはいらっしゃるかと思いますので、まずはこのエアウォレットというサービスがどんなサービスなのかと一旦ちょっと公式ページを見てみましょう。こちらエアウォレット、毎日のお金のやり取りが簡単になるアプリ、エアウォレット。支払いはもちろん送金も出金も簡単にできるというアプリなんですが、このエアウォレットっていうのがここに出てるように、コインプラスっていうサービスを使ってチャージ、そして支払い、送金、出金が無料でできるアプリですと。で、このコインプラスっていうのがリクルートと三菱 UFJ 銀行が作ったお店も使われて嬉しい新しい決済ブランドですということで、一応決済もできるということではあるんですが、まあ、今現在ちょっと調べる限りはですね、まだコインプラスが使えるというか決済できるところはほぼないっていう感じかなと思います。で、わかりやすい特徴も出てますね。今お伝えしたように安心安全ということで、リクルートと三菱 UFJ がタッグを組んで提供してるということですんで、まあ信頼性は高いですよね。で、スマホで簡単支払いということで決済ができたりとか、送金や出金も無料と。これ後ほどちょっとお伝えするんですけども、このエアウォレットっていうサービスね、連携できる銀行口座、金融機関かなり少ないんですけども、資金移動がですねできるアプリとしても活用することもできます。まあそれがここですね、無料でご自身の銀行口座間でお金のやり取りができるということなんですが、もともと A からの銀行をメインバンクとしてて、例えば支払いとかで B っていう銀行に移動させたい場合は、このエアウォレットを間に挟んで出金をこの B の銀行にかけるっていう感じで、しかも手数料無料でできるんで、ここもね結構便利なんですよね。で、先ほどお伝えしたようにエアウォレットは決済できるということで、20万点以上のお店で使えるということなんですが、まだはちょっと僕自身ですね、このコインプラスが使えるお店っていうのがあまりちょっとイメージがつかないんですよね。ちなみにこちらがコインプラスの公式ページなんですけども、まあ先ほどお伝えしたようなほぼほぼ内容が記載されておりまして、で少し画面を下に下がるとコインプラスってね、あの無印のアプリ、無印パスポートって言うんですかね、まあそれもコインプラスのサービスになってますね。で、そこから画面を下に下がって、やっぱりコインプラスが使えるお店ということで、まあ20万点以上のお店で使えるということなんですが、どこで使えるか的なところが出てないので、ちょっとやっぱここ気になるところでありますよね。なので、まあコインプラスとかエアウォレットっていうのはそういったサービスですよっていう風なことを踏まえた上で、今回のキャンペーンに入っていこうと思うんですけども、エアウォレットで期間内に本人確認プラスチャージをした方全員にプレゼントということで、この条件をいずれかまあクリアすることによってポンタポイントをゲットすることができます。累計3000以上のチャージで600ポンタポイント、累計5000以上のチャージで1000ポンタポイント、そしてなんとね、累計1万以上のチャージで2000ポンタポイントをゲットすることができるというキャンペーンでございます。結構熱いですよね。ではキャンペーンの詳細を見ていきましょう。まずこのキャンペーンの期間なんですけども、7月の12日からすでに始まっておりまして、8月29日までのキャンペーンとなっております。で、キャンペーンの参加方法として、まずはエントリーを行ってください。エントリーにはリクルート ID とポンタ会員 ID の連携が必要ということですので、まあ、これエントリーする際にここに出てるようにポンタウェブに遷移しますということなんで、まあ、その時にエントリーとね連携を行ってください。そこからエアウォレットのアプリをダウンロードする、あとはこの画面の手順に沿ってコインプラスのアカウントを作る、口座登録、本人確認を行う、でリクルート ID の連携をして銀行口座の登録で、行う前にですね、絶対ここ押さえておいてほしいんですけども、登録できる金融機関が本当に少ないです。まあ有名どこで言うとね、三菱 UFJ 銀行ですとか三井住友銀行、あとはもう一部の地方銀行という風になってきますんで、もし行う際はここだけ事前に気をつけておいてください。で、本人確認の申請を行うと。で、その際は運転免許証とかね、マイナンバーカードを使えばできまして、申請内容の確認が完了後アプリが利用できるようになりますということで、まあ、僕の時はですね、おそらくその日かその次の日ぐらいに本人確認が完了したんですけども、それが完了したら次のチャージのステップに進みます。先ほどお伝えしたようにチャージ額によってね、もらえるポイントっていうのは変わってくるんで、まあ、正直なところ1万円以上
チャージして2000ポンタポイントもらった方がお得だと思うんで、まあ無理する必要はないんですけども、このやり方は結構簡単かなと思います。で、さらにですね、これ知らなかったんですけども、三菱 UFJ 銀行とポンタポイントの三菱 UFJ 銀行のスーパー普通預金をご利用のお客様対象にはなってくるんですが、エアウォレットのチャージでなんと毎月ね、10ポンタポイントが貯まるみたいですね。まあこれは事前に三菱 UFJ ダイレクトからポンタポイントのサービスの申し込みが必要とはなってくるんですけども、ちょっとしたね、もう本当可愛いポイントにはなってくるんですが、ポイ活的なルーティンでは使えそうですね。で、このキャンペーンの付与時期なんですけども、ポイントの加算は2022年の9月末頃予定されてるということですので、まあ今回のこのキャンペーンチャージして、まあ手数料無料でね、すぐ出金することができるんですが、まあこれまで付与されるまで、まあチャージした分を入れっぱなしにしておくのもまあいいかなと思います。まあ出金したらダメみたいなルールはなさそうなんですけども、まあそれまでの間チャージした分を入れておくのもまあ一つの、まあ安全策というか、その方法でも良さそうな感じはしますね。で、先ほどお伝えした本人確認については、本人確認申請後、審査完了まで最短当日で3日程度ということですんで、まあなるべく早くね、もう取り組んだ方が一番いいかなと思います。で、あとここ一番重要なんですけども、これは特に僕とか、僕のチャンネルを見ていただいている方になってくるんですが、過去に本人確認を行っていますが、エントリーしてチャージをすればポイントもらえますかということなんですが、残念ながらですね、キャンペーン期間よりも前に本人確認を行った方は、キャンペーンの対象外となりますということですんで、おそらくですね、こちらの動画見られた方は、僕と同様にキャンペーンに参加されたと思うんですが、その時のキャンペーンがですね、アカウント本人確認、そして口座登録をして、全員に登録だけで1000ポンタポイントがもらえるっていうキャンペーンだったんですよね。ちなみにこのキャンペーンのポイントは、2022年の7月末頃付与予定ということですんで、今月末にね、おそらく付与されると思うんで、まあ、気長に待っていただければと思うんですが、そのキャンペーンに参加された方は今回のね、キャンペーンに参加することができませんので、今からエントリーしてチャージしても、キャンペーンに参加することはできませんので気をつけてください。ではですね、そういった情報を踏まえた上で、まあ僕もね、エントリーしても意味はないんですけども、実際にチャージする方法と出金する方法をお伝えできればと思うんですが、初めて取り組まれる方はエントリーをして、そこからもう僕はすでにですね、ご覧の通り、エアウォレット、そしてコインプラスの登録、さらに口座登録と本人確認も完了している状態でございます。そこからちょっとね、話を進めていくわけなんですが、ちなみにちゃんと出てますね、1ヶ月前に口座登録と本人確認がこんな風に完了しております。で、チャージするときなんですけども、左下のチャージというところをタップして、で、チャージ元は僕は今回三菱 UFJ 銀行と連携してるので、まあ、キャンペーン上限の1万円までチャージされる方は1万と入力をして、画面下に下がってチャージするをタップ。で、これでチャージが完了。1万円自体はもうすぐに反映がされます。まあ、これでまずエントリーをちゃんとして本人確認まで完了している方、口座登録まで完了されている方は、これで条件はクリアなんですけども、やっぱりちょっとこの1万円戻したいな、もしくは出金されたいなっていう方がいらっしゃればですね、そのやり方として右下に出金というところがあるので、これをタップ。で、ここに小さく出てるように手数料は0円ですということで、そこがね、このコインプラス、エアウォレットのね、魅力的なとこでございまして、先ほどチャージした1万円を、この出金先の銀行口座を三菱 UFJ 銀行に出金した場合は、ここに1万円と入力して、画面を下に下がって、そしたら出金内容の確認ということで、手数料0円で1万円。で、出金先として三菱 UFJ 銀行で、振込予定日として、2022年の7月の19日ということなんですが、そうなんですよね。すぐに出金の申請して振り込まれるわけではなくて、出金申請完了の2営業日後前後する場合がありますということで、本日ね、撮影しているのが7月の14日木曜日ではあるんですが、かなり先にね、付与される、付与というかは、出金申請されたものがまあ反映されるということですんで、もし、こんな風に出金される方は、必ずね、ここも気をつけておいてください。で、出金申請するをタップ。で、これで出金の申請が完了しましたということで、僕の場合は、7月19日に今チャージした1万円が、三菱 UFJ 銀行に戻ってくるという流れでございます。ちなみになんですけども、もしチャージした金融機関から別の金融機関に出金する場合、いわゆるちょっとした資金移動でコインプラスちょっと使ってみたいなという方がいらっしゃれば、まあ、参考にしていただければと思うんですけども、今現在僕はね、三菱 UFJ 銀行とこのアプリをまあ連携しているわけなんですが、この画面下に下がると、ここにですね、設定アカウントという項目があるので、ここをタップします。そしたら、このアカウントの画面の下のところにですね、口座設定というのがあるので、これを選択。そしたら、今現在僕が登録している銀行口座がこんな風に出てくるんですが、ここに金融機関口座追加をタップして、あとはですね、まあ、今現在まだ連携できる金融機関は少ないんですけども、もしね、今出てるような地方銀行とか、メガバンクの三井住友銀行とか持ってる方は、銀行口座連携して、あとは同様に出金を押せば、チャージは三菱 UFJ 銀行でチャージしたんだけど、出金はその別の銀行に出金することができるということですんで、もちろんその逆もできると思うんで、手数料無料でちょっとした資金移動でちょっとね、使ってみたいなっていう方は、まあ、キャンペーン関係なく使うこともできますんで、まあ、どこで活躍するかっていうのはその人
の生活スタイルで変わってくるかと思うんですが、こういった方法も活用していただければなと思います。ではですね、今日お伝えしたことをまとめていきましょう。エオレットで期間内に本人確認プラスチャージすることで最大2000ポンタポイントがゲットできるというキャンペーンでございまして、キャンペーン期間は7月22日からすでに始まっておりまして、8月29日まで。条件としたら、エントリーをした後にアプリをインストールすると、そこから口座登録と本人確認を行ってください。で、この本人確認自体はその当日完了するか、まあ大体3日ぐらいでできたりと。で、それが完了した後にキャンペーン期間内にチャージを行ってください。で、チャージする額によってもらえるポイント数が変わってきます。3000以上チャージして600ポイント、5000以上チャージして1000ポイント、そして1万以上チャージすることによって2000ポイントということです。付与されるのは2022年の9月末ということで、参加されて結構後に入ってくると思うので、忘れた頃に付与されるんじゃないかなと思います。で、注意点としたら、先ほどもお伝えしたように、過去に本人確認をしている場合はキャンペーンの対象外になっております。なので、僕と同じように前回のキャンペーンに参加された方はおそらく本人確認完了していると思いますので、そういった方はですね、キャンペーンに参加することができませんので気をつけてください。で、このキャンペーン以外にも、このエオレット自体は資金移動としてね、使うこともできますんで、もしね、あれこれ結構使えるんじゃねっていう風に思った方は、まあ一度ね、アプリを試しに使ってみるっていうのも面白いかなという風に思っております。まあそんなこんなで、今回はエオレットのキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。このエオレット自体は、僕がキャンペーンに参加した時の前の時もキャンペーンが開催されていて、前あったキャンペーンから次出てくるキャンペーン、そして今回のキャンペーンっていう順番で見てくると、結構条件が良くなってきつつあるような感じな印象ではあるんですよね。なので、どのタイミングで取り組むかどうかっていう正解が僕も全然わかんないんですけども、もしね、前回のキャンペーンに取り組まなかった方、さらにそこからエオレットと連携できる金融機関を持ってる方は、結構お得なキャンペーンかなと思いますんで、今回のこのタイミングでね、取り組むのは結構ありかなと思います。今回参照させていただいたオリマルさんのツイッターのリンクであったりとか、キャンペーンリンクも概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。